皆さんこんにちは、有楽町駅にやってきました。まあ、京浜東北線の電車が来てますね。そしてやっぱりこう有楽町駅前といえばこのビッグカメラが、まあ、街の顔というか、まあ、そんなところあると思うんですけど、前ビッグカメラのアウトレット館っていうのがあったんですけど、アウトレット館潰れちゃったんですよね。ビッグカメラのアウトレット館は以前写真用紙っていうんですかね、写真を印刷するための紙を、まあ、印画紙ですかね、印画紙を買ったことがあるんで、ちょっとね潰れちゃったのはちょっと残念無念なんですけども、まあ、高架下をくぐっていきたいと思います。阪急ですね、阪急百貨店かな。阪急ってさ、阪急って関西の方の鉄道会社ですよね。阪急線ってありますよね。なんだろうこの行列は、何をしてんのかな。うわ、何この行列、何やってんのこの人たち、よくわかんないよな。だから警察官がやたらいろんなところにさ立ってるし、行列はできてるし、何か今日イベントがあるのかな。まあ、イベントを撮影しに来たわけではないので、まあ、新幹線を撮影しに来たわけでもなくてですね、まあ、有楽町は結構古い高架下が魅力的だったりするんで、まあ、それをちょっとね紹介しようかなということなんですね。でその古い高架下のまず第1弾がこれですね、有楽コンコース。コンコースと言うべきなのかなんかわからないけど、その看板がまたなんか時代物ですよね。世界の願い、交通安全、日本の願いとかさ、地域の願いじゃないんですよね。世界の願いってこれでかいんですよね規模がね。そしてなんかこの辺のなんかよくわかんないなんか汚らしいポスターだとか、なんか映画のポスターの古いやつだとか、なんかいろんなのがねこうベタベタとね、そしてまあこういうお店とかもありますし、でこのバス停のモニュメント、満腹食堂前、このポスターがさ古いでしょこれ、まあ、これも一つのなんか目玉なんでしょうね。清水みち子の一人フェス、名酒嬉しい、日比谷駅ですね。まあ、有楽町と日比谷はまあすぐそこなんで、まあ、乗り換え駅に近いですよね。あ、でもそっか、有楽町線の有楽町って駅もあるから同じ駅とみなすわけにいかないか。でもほとんどね隣接してるに等しいんですよね。この線路沿いの道を歩いていきたいと思います。さあ東京駅の赤レンガ駅舎っていうのは有名じゃないですか。で赤レンガなんですけど、その赤レンガってその東京駅だけのものじゃなくて、そのまま高架下、まあ、山手線なんですけど、山手線の高架下、の壁っていうんですかね、高架の壁にそのままこう連続的に続いてるんですよね。東京駅が赤レンガっていうよりもこの辺の鉄道、まあ、線路の壁というか全部レンガになってるっていうかね。この辺もね高架下がね渋いですよね。この天井の低さがまた魅力的だったりするんですよね。まあ、ここは高架下というか線路の真下ですよ。
か急に提灯とか派手になってきましたね。この辺も飲食店街がね続いてますよね。この赤い提灯のさ、東北、最近東北ブームだからな。スーパー、東京のスーパーマーケットとかでも、東北地方の、原産地が岩手県とかね、宮城県って書いておくとね、ちょっと売り上げが上がるんですよね。魚屋なのかな。そして文化横丁ですね、ここはね。うん、そうそうそう。これがね、またね、有楽町の面白い高架下の第2弾なんですよね。北海道牛、単純ですよね、北海道の牛ってね。牛の本店の、すごいな、牛の本店だって。へぇー。これなんかビール？ビールじゃないな。とかさ。さっきのが牛の本店だとしたら、こちらは魚の本店ですよ。ね。本店ばっかりで楽しいですね。そんでもってですね、こちらに渡ってきまして、これですよ、西銀座 JR センター入り口。これもまたね、くせ者なんですよね。そしてこのインターナショナルアーケードっていう、インターナショナルアーケードっていう名前なのかな。でもさ、インターナショナルアーケードっていう、そのなんかまあ昔はそうなんか新しい、イケてるネーミングだったのかもしれませんけど、この現状のこのシャッター街を見ると、そのインターナショナルアーケードっていうね、なんかカタカナ言葉がすごくこうすすけて見えるというか。でもかつてはさ、なんかインターナショナルショッピングモールだって。これからの時代はインターナショナルアーケードショッピングモールだっていう、そういうなんかこう嫌いが感じられるんですが、なんか東海旅客鉄道なんですね。あ、そうか、新幹線は JR 東海だからなのかな。なんか生臭いというか変な匂いするな。なんかゴミが腐りきった匂いがするな。ほんとなんかめっちゃなんかさ、シャッター街になってますよね。危険だって、立ち入り禁止って、それをね、勝手に私有地入っちゃいけないでしょっていうのは当たり前なんですけど。韓国料理、まだ、やっぱり閉まってますね。やってんのかな？なんかすごい笑ってますけど。東京の旧都心側の高架下っていうのは結構古い街並みが残ってますよね。まあ旧都心側っていうのは山手線の東側みたいな意味なんですけどね。新宿、渋谷、池袋ではなくて、上野、秋葉原、東京、有楽町、新橋みたいな。旧都心側はね、結構レトロな感じだったりしますよね。しかしここはレトロというよりもなんか錆びれてるという言い方の方が正しい感じが
あ、でもこれは駐車場ですね。まあ、高架下駐車場っていうのは定番ですよね。高架下は駐車場にしてしまうのが、まあ、土地の使い方としては非常にこう一般的というか、ありふれてる感じはしますけどね。うん、東京も結構シャッター街っていうのはないようでありますからね。そしてこのゴミ、ゴミ袋とゴミ段ボール箱、うん、なんかここは、まあ、駐車場はいいんですけど、塗装が剥がれちゃって、なんかすごく落ちぶれた雰囲気ですね。あれ、行き止まりか。あれあれ、行き止まりじゃん。ダメじゃん。マニフェスト置き場だって。え、マニフェスト、マニフェスト置き場、マニフェストってなんかよく選挙の時にさ、我が党はこんなことを実現しますとか、我が党はこんなことを主張していますっていうさ、そういうなんか選挙公約みたいなもんじゃないの？それをあそこに置いとくの？こんなとこにさ、こんな寂れたところにマニフェスト置いといたら、なんかマニフェストが果たされるような気が全くしないんですけども、大丈夫なのかな？やっぱり高架橋の壁は古いですよね。古いから工事してんのかな。そして魚が泳いでいる。魚はいらないけどね。こんなところになんか漁港の浮き玉というか、まあ料理に使うための道具がね、飾られてますね。SL があって、まあ、そんなわけで、有楽町駅から新橋駅までね、高架下中心に紹介いたしました。次に歩行動画新橋編もね、やってみたいと思います。そのまま連続的に始めますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。それではさようなら。